はーい。皆さんお待たせ。そういや君何のリーダー担当のまんじゅうなの？あれ、この動画シリーズ担当生だったんですか？明確に決まってるわけじゃないけど、私はドラゴンかな。ビショップ担当してるにょん。ネクロロイヤルかな？じゃあ今回以降ウィッチは私が。土いじりウィッチですか？のん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 。今回紹介するのは土砂崩れウィッチ。その名も、魚兵ウィッチです。なんじゃこりゃ、ほとんど土を使うカードが入ってないやん。土の縁は、魚兵で捨てるようと考えてください。それ以外のカードでできる限り盤面トレード、6ターン目に絶望の降臨。本当にそんなにうまくいくのかよ。まあ見てロッテリアですね。申し訳ないがマック派です。おしゃれにフレッシュネスと言っておくにょん。ファーストフードにおしゃれとかあんのかよ。魚兵を使えと嘆く我が子らの鳴き声が聞こえるぞい。キメイマルです。どうせ劣化ムクロの王でしょ。トレイムです。パワーといえばドラゴン、ドラゴンといえばパワー、もはやパワゴン、マリサだぜ。パワゴンって何？ごめん私にもわからない。ドラゴンさん関係ない動画で暴れるのやめてもらっていいすか？仕方ない、私のパワゴンデッキの不況は今度にするか。今回は土ウィッチの中でもズバ抜けた派手さで知られる巨兵ウィッチです。うちは通常の土ウィッチの動きを土いじりと矢じり、巨兵ウィッチは手札からすごい勢いで土の縁が流れていく様から土砂崩れウィッチなんて呼んでます。魔導の巨兵は選択されない効果を持つことから、ビッグサイズフォロワーの天敵であるしの武闘の対象にならず、手札から土の印やミュレットを捨てた枚数ごとに攻撃力と体力がプラス2ずつされる脳筋カード。5枚捨てればプラス10か。捨てられるカードが限られている代わりに点力の倍のスタッツ上昇します。土ウィッチなのにデッキレシピに土の縁を使うカードが天輪のゴーレムとエンシェントアルケミストしかなかったよね。秘術系カードはあると土の縁を置きたくなるので極力不採用。このようにできる限り土の縁カードを手札に温存します。相手のリーダーとの多少の HP 差は無視して OK。 2コストのフォロワーカード、3コストの除去スペル、ここを中心になんとか盤面維持を務めます。浜の術式と魔女の雷撃のデュアル採用か。6コスト以上は巨兵しか入ってないからできる低コスト大量採用。これにより序盤の時効土の縁を使わず結構回避できます。むしろ気にするべきは巨兵が引けるかどうかですかね。ドワーフアルケミスト進化で一応サーチは可能だけど、天輪とエンシェントアルケミストが引っかかる可能性もあるか。天輪は高校4ターン目にめちゃくちゃ重宝するし、エンシェントアルケミストは純粋にカードパワーがすごい。ただサーチの可能性を少しでも上げるならエンシェントアルケミストは切ってもいいですね。巨兵を引けなかった時にアルケミストがあるとかなり粘れる。今回は無事巨兵を引いてるからいらぬ心配か。天輪だけは切らない方がいいですね。土の縁を消費しなくてもこのスタッツ、進化で攻撃力6になるので相手からすればどうしても処理したいわけですが、攻撃力6に対して有利トレードできるフォロワーは序盤ほぼ皆無ですからね。6ターン目までに盤面差をつけさせないことだけ考えれば、天輪のゴーレムは相当優秀な選択肢です。土の秘術が発動すれば相手リーダーかフォロワーに3ダメージも、どう転んでも無駄にならないのでグッドですね。フォロワー破壊はもちろん、リーダー削っておけば、それだけリーサル必要要件減るわけだしな。理想はクラフトウォーロックのラストワードで出す。土の縁を天輪で消費することですが、仮に2ターン目や3ターン目に土の縁アミュレットを使ってしまったとしても、天輪の効果で相手のリーダーにダメージを飛ばすことができれば、魚兵の効果で捨てる時の期待値が2、天輪なら3なので結果プラスです。おお、さすがキメイマル。なんかこのチャンネルのシャドバス動画にしては、若干賢そうな雰囲気出てるぞ。まあ別ゲームでは視聴者から暗黒地匠とか大層な悪名をつけられてましたからね。さて、大きな有利不利はなくついに6ターン目か。魚兵のデカさに震えるがいいわ。これが土砂崩れプレイなんだよな。あんなにあった手札が一気に圧縮、選択できないの効果により、事実上天敵はビショップのみか。冤罪裁判と冤罪審判は NG。まあ目視録もしの武闘も怖くないってだけで、ロマン法系フォロワーの中では圧倒的に優位な存在ですね。これネクロで15点削るには、普通に削るのは無理だろうな。敷いてあげるなら必殺系フォロワーか。必殺持ち進化も天敵っちゃ天敵ですね。ただまあ、どのデッキにも弱点はあるので、やんわり欠点に目をつむっていくスタイル。新たなる運命。冥府ネクロ。タイラントムクロかもしれないですね。冥府ネクロ、前に組んでみたが実際なかなか決まらないんだよな。さあ、圧倒的パワーで完全勝利した巨兵ウィッチ。今回の動画はガチのガチだというところをどんどん見せていきますよ。ロマンデッキなのに安定したプレイだと、これは何かオチがあるに違いない。そう毎回毎回落としていくわけがないんだよな。とりあえず基本的な動きは分かったから次の試合行こう。オチも、笑いも、ないんだよ。僕と契約して魔導少女になってよ。私、魔導少女になる。この荒廃したシャドバス界の、ありとあらゆる因果を断ち切る。すごく闇落ちしそう。さて、相手はドラゴンですか。7ターン目まで 20PP 貯められてバハムートとかいう、絶望ムーブされなければ割と食える。アイラが来たら土の縁温存とか言わずに消滅させるが吉。ま、そう都合よく錬金術の代償が引けるはずもなく、コスト的にはえらく美しいカーブだな。まあ実質2枚は使いたくないカードですけどね。使えば使うほど自利品になるので、おっと。この虹の輝きはワンポイントカードですよ。というと、2コスト以下の使ってしまった土の縁カードを手札に戻すと、土の縁再利用しつつワンドローという動きができます。変則ムーブとしては、
クラフトウォーロックのラスワで出た土のインや、ドワーフアルケミストを戻してもう一度出すと土のインがもう一回複製できるなど。エルフの自然の導きに似た動きですね。それ。このデッキにおける虹の輝きは結構汎用性高いですね。こうした手札に戻すカード、バウンスカードを使いこなしてると、なんかちょっとカードゲーム上手い人に見えるよな。なお草の人チャンネル、算数ができないためリノセウスはデキンカードの模様。無能、エルフは大ついでにですが、この浜の術式は結構便利スペル。どんなにスタッツが上昇したエンシェントエルフも一発互換です。魔女の雷撃とは使い分けたいところだな。雷撃は4ダメージで3コスト以上にも対応可能。浜の術式はエンハンス後でアミュレットも破壊可能。今回の場合は土の縁以外での除去方法を潤沢にするために、両採用方式です。お相手ちょっと贅沢なサラマンダーブレスじゃないですか。ユニコ進化でドワーフ取ってもいい気もするよな。破壊されることを想定して、進化を温存したかったのでしょう。無事5ターン目とかいう神タイミングで巨兵も確保。流れ、来てますね。現状の土の縁の枚数は4枚。攻撃力14、進化とルーンの魔術込みで18点削れるな。ここまであまり PP 加速もされなかったおかげでバッハム島も怖くない。ここで相手は先置き進化で圧力かけてきましたね。体力7のフォロワーは倒されにくいからな。除去スペルがあれば怖いが、土ウィッチなの分かってるからこその強気か。そんなあなたに巨兵をプレゼント。ターン開始時のドローを加えてさらに攻撃力アップ。進化バイプッシュじゃではないです。ヨーヨー、体力7が成功法でひねり潰される気持ちはどうだ。ところでさ、うち体力12あんだけど。 7PP で攻撃力10のフォロワーが進化必要。まさか電力は現実的ではないのでもはや対処不能。圧倒的攻撃力の前にワンパンマンされるが良い。ハハハハハハフハハ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 。あれ、私の巨兵ちゃんはどこ？ここ？ほらよく見ろ、手札にあるぞ。あらほんと、やだな。僕の最強の巨兵ちゃんが負けるわけないんだよな。ちょっと控えめなサイズだけど、地味程度これで十分なり。やべえ、キャラブレッブレだぞ。お相手から賞賛いただきました。そうでしょうそうでしょう。この巨兵のパワー、震えが止まらないでしょう。魔導の巨兵の効果発動、相手は2パンで死ぬ。体力8はさすがになんかにやられそうな気もするけど。僕の最強の巨兵ちゃんがテミスや神魔冤罪裁判所以外で死ぬわけないだろう。僕の最強の巨兵ちゃん、まあ、ダメだ、完全に飛んでいったわ。ダメ押しの体力回復、ルーンの貫きで20ダメ与えるバグとかないですかね。ないです。そして流れるようにリタイア、完全敗北した記名丸勇士。納得いかないのでもう一戦。おや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 、巨乳ウィッチさんじゃないですか。中年親父みたいな絡み方やめろ。確定除去があるウィッチは一見ビッグサイズフォロワーに強いですが、さすがウィッチ、魔導の巨兵は選択できない効果でしっかりケア済み。これで炎の悪劇なんかであっさり死んだら医者の不養生すぎでしょう。ハンド的には結構優秀、ドアケミスト進化とかで巨兵を引っ張りたいところ。仮に相手が魔法剣超越ウィッチだとしたら、7から8ターンがタイムリミットだからな。しっかり巨兵を6ターン目に置ければ、7ターン目は相手の命日だから、巨兵ウィッチこそが最強のウィッチデッキだと分からせてやりますよ。おっと、これは覚悟と自覚のドロー。魔導の巨兵を引き当てていく。ただ今回、少し土のインアミュレットが少ないか。ドアケミストのファンファーレで1枚のみですね。ってちょっと待て、なんだそのリリエル。アグロウィッチ？ふむ、確かにアグロウィッチに可能性は感じたことはあるんだよな。バーンカード結構多いし、ただ、多くの場合ドロシーウィッチでいいやってなっちゃう。ワンパンで吹き飛ばして巨兵ウィッチに改心させましょうよ。ワンパン要件にはスタッツ12上昇と進化が必要として、土が6つですか。虹の輝き考慮で現在2枚。で、相手土いじりウィッチじゃないですか。同志じゃん。何度も言うけど土いじりと土砂崩れは違うから。いわゆる土いじりはインテリ、土砂崩れはパリピだから。巨兵ウェイウェイ系ウィッチってなんか嫌だな。土にリリエル採用ということは土アブロってやつですか。実は最初の巨兵デッキのコンセプトは土アブロだったんですよね。派手さに欠けるので今の形に落ち着きましたが。動画映えしないという理由でボツにされる土アブロくんの逆襲ですか。いやいや、別に倒してしまっても構わんのだろう。台風の日に田んぼの様子を見るについで有名なフラグを立てていくスタイル。ゲゲ、潜伏はだるいですな。高校の進化有利を見事に潰してきましたね。浜の術式も潜伏相手に当たらぬからな。ここは土の縁を増やすしかないですかね。ドワーフアルケミストのファンファーレで1枚生成しつつ、ドワーフアルケミストを虹の輝きで戻していくスタイル。これでドローしつつドアケミストを次のターン処理されない。もう一度ファンファーレを発動させつつ進化効果も使えると。場にある土の縁を戻すのでも良さそうな気もするが、おそらくこちらにフォロワーがいなければ夜の魔術師を進化したいはず。進化した魔術師を浜の術式で取って、場に出たフォロワーをこっちの進化で有利トレード。多少ライフは減りますが、6ターン目に巨兵さえ出せれば勝てる。全力で6ターン目のお膳立てしか考えてねえ。およよ、ここ進化切らないんですか。好都合なんじゃないの。リリエルに使いたいってことなんでしょうか。まあ、そのリリエル。
倒しちゃいますけどね。これで手札に土の印が5枚、巨兵の能力10アップか、ロマンだな。ドアケミストを先にプレイして PP を減らし浜のエンハンスを解除、落ち着いて浜で夜の魔術師を取ります。ここまでは順調だな。かなりダメージアドバンテージは取られているが、巨兵がすでに進化込みで18点出せる。些細な点差と言っても過言ではないでしょうね。土ウィッチといえば守護ですが、この相手は相当アグロより守護が出てこなさそうなのも非常に好都合ですね。ジャンクゴーレムですら巨兵止めるのには十分だからな。まあ守護2体までなら天輪のゴーレムで処理できそうなので、その守護の恐怖もおそらく解決しましたね。相手はさらにこちらの体力を削りに来てるな。まだリリエルを隠し持っていましたか。強いポーカーの力を感じる。視聴者からよく苦情の来るポーカー描画を相手にも映ったか。お相手は優秀なポーカーの使い手のようでしたが、時は満ちた。小細工では勝てない本当の強さを今お見せしますよ。土の印6枚を生贄に基本スタッツ1818だと、さらに進化カード単体最強火力であるデスタイラントの15を遥かにしのぐ、リーダーを一撃で仕留める攻撃力20、これが力を超えた先に存在するもの、暴力ですよ。相手の盤面は進化込みで7、上位と削り切るには足りていないようですね。いつもなら死の舞踏で倒されるタイミングなのに、こいつには舞踏が当たらない。レディーでもダメ。これはデモンストライクでもない限り相手の勝ち筋が見えない。グレンの魔術を使うには進化をレディーに使わないと。おいババア、何お前のおコストでグレンの魔術作り出してやがんだこら。あ、なるほど、こういう死に方か。嘘でしょ、3戦分も編集して負け試合2つとか編集者は正気なの。草の人の動画は最後まで勝敗がわからないドキドキで見れる動画です。わぁ、ワンパンで倒したい人生だった。ということで今回もご視聴ありがとうございました。コメントいつも読んでます。リクエストとか書いてあると採用されるかもしれないぞ。今回もコメントのリクエストからでした。チャンネル登録を何とぞ何とぞ。面白かったら高評価ボタンもお願いします。動画作るモチベーション上がります。君も今すぐ攻撃力20でワンパンマンになろう。ただし巨兵を引き当てる運命力を忘れずに。このチャンネルの視聴者なら余裕だよな。